トリコスポロン族は、トリコスポロン科に含まれる不完全菌の族の一つ。猛が胞菌族とも呼ばれる。全種が完全世代を持たない酵母型である。ほとんどの種は土壌から分離されたものだが、数種類は人や動物の皮膚状在菌である。毛髪で増殖することで、白色さ毛症として知られる白い結節を作るほか、免疫不全者に日より未感染しトリコスポロン症を、 引き起こすことがある。酵母型細胞から核壁で分泌されたガラス様菌糸が成長し、そこから分泌型分生子を放出することで無性生殖する。完全世代は知られていない。人間の髪土上キャベツチーズ小金虫オウムの分解水などの広範囲にわたる生息環境から管理されている。皮膚状在菌層の一部として普遍的に存在するが、高湿度では、 毛髪で増殖し、症状、白色サ毛症を引き起こす。発症すると、細胞と分節分生子を含む柔らかく、白っぽい小結節が、体毛に発生し、これは無害ではあるが不快である。これを引き起こす種は、トリカスポーレンオボイズ、T インキン、T アサヒー、T ミュッコイズ、T アスターイズ、T キューテニアムなどである。この中で、T オボイズは、 頭部白色サ毛症、T 陰菌は陰部白色サ毛症と関連が強い。また、T キューテニアムは、爪心筋症などにも関わる。1970年、本属が免疫不全の患者に、深刻な日和りみ感染を起こすことが報告された。この原因集には、T アサヒー T アスターイズ、T キューテニアム T ダーモティス T ドハエンセ T 陰菌。 ティールビューリー t ミューコイズ s e t o b o y があるが、t アサヒーは症例の大半を占め、臨床的に最も重要な種である。日本では過敏性肺臓炎を引き起こす原因種として t a s a h i t ミューコイズが知られている。本族による過敏性肺臓炎は夏に高温多湿となる西日本に多い日よりみ、感染で北日本での発症は稀である。 また、キャンディン系抗真菌薬の使用中に発症するブレイクスルー感染症としてもトリコスポロン症が注目されている。1890年にドイツの皮膚科学者グスタフ・ベーレントによって白色サモウ症のヒゲから分離されトリカスポーレンをボイズとして記載された。だが、その後、1867年に緑草の一種として記載されていた種が、 同一種であるということが分かり、学名はトリカスポーレンベイジアーリに変更された。その後、本属に100以上の種が追加されたが、DNA シークエンシングによる分岐学的解析で多くの種が他の属に属することが明らかになり、現在では40種ほどが認められている。これらの解析から白色サモショを引き起こす種は、 数種存在することが分かり、トリカスポーレンベイジアーリという学名は無効とされた。によると、T ベイジアーリは、トリカスポーレンキューテニアムのシノニムであり、これが新基準株である。一方、党は、ベレンドによる記載 T オボイズが有効であるため、タイプ種となると考察している。大きく分けて、ブラシッキー・グラスイル・ポーロッサム・キューテニアム・オボイズの5つのクレードに分かれる。 ブラシッキー・グラスイルノにクレードは統合されることもある。人体への病原性を持つ種は、主にキューティニアム・オボイズの2つのクレードに属する。また、現在クリプト国家ス属やブルラ属とされている、種のうち、いくつかの種は本属に含まれる可能性が高い。ありがとうございます。